ペンでなぞって色を塗るだけで簡単にできるステンドグラスの作り方です。お気に入りの絵や写真を作りたい大きさに拡大します。ここでは A4 サイズに拡大しています。パンフレットなどを入れる OPP 袋を使いました。この袋の中にコピーした絵を入れ、ずれないようにセロテープで留めます。これをペンでなぞっていきます。黒いマジックでもいいのですが、ペイントマーカーを使うとよりくっきりとした出来上がりになります。絵をなぞり終わったら色をつけていきます。100均とプリンターインク、イエロー、シアン、マゼンタを使います。これを使い捨てのパレットや卵パックなどに入れ、そこに液体のりを垂らします。水の代わりに液体のりで薄めることでOPP フィルムに書くことができるようになります。マゼンタとシアンを混ぜて紫色を作っています。白くしたいところには液体のりを直接のせ、グラデーションを作ることもできます。一旦塗った上からもう一度色を重ねて色を変えることもできます。色を変えるときには筆をしっかり洗い、水気を切ってから使いましょう。葉っぱはイエローとシアンを混ぜて緑色を作り塗っていきます。
これで十分乾かせば出来上がりです。こちらの方はプリンターインクと木工用ボンドを使ってみました。弾いてしまうところには木工用ボンドを足してもう一度塗り重ねました。茶色はイエロー、マゼンタ、シアンを混ぜながら作ります。乾いていないところはこんな風に不透明になっていますが、完全に乾くと全体が透明になります。この日はあいにくの曇天でしたが、晴れた日には綺麗な色付きの影ができます。